はようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。皆さんどうされたんですか今日。赤坂サカスでサウナがあると聞いたんで来ましたよ、はい、サウナ好きですからね。サウナ好きだからここは来ないと、はい、サスケのサウナ好きメンバーです。あ、この3人はまあ一番もう、教えていただいてる感じなんで。そうなんですよ。この方に収拾整ってますか。すごい、こんなに見事にサウナの人になれるんですね。皆さん、整ってますか。サスケの総合演出なんですけど、はい、サウナ番組の総合演出をやってるんですけ ど、 なるほど。まずその3年前にね、はい、TBS の何か事業としてね、深坂でサウナできないんだろうかみたいなプロジェクトが立ち上がって、はい、新型コロナの影響でね、はい、イベントができないということで、はい、3年経ってやっと、はい、TBS のサッカス広場で、はい、深坂サウナ祭りというのを開くことになりました。すごい、すごいね、これすごい。はい、それでつかめたかったところですよね。そうです ね、 ね、今はサウナがあると。見ていただけますか。はい、サウナフリーザー、サウナフリーザーウェルビーさんの社長さんの米田さんが、まあ、お作りになっているっていうのがあの、はい、サウナフリーザーです。はい、サウナ室と冷凍室、あ、最大マイナス30度っていう、はい、すごいね。サウナ入って冷凍庫に入るみたいな、サウナフリーザーというトラックでございます。サウナから水風呂じゃなくて、はい、サウナからマイナス30度に入る、冷凍庫に入った。それがセットになってる。セットになってます。それはない、体験がない、体験なかなかできない体験です。で、こちらですよ、はい、サバスという、サバス、あ、これがサウナになってるんですか。うちもあのサウナになってますね。あとちょっと入ってますね、はい、ちょっとご覧いただきたいんですけど、はい、プロテインはザバス、サウナバスはサバス。要約すると、はい、サバスっていうのを検索すると、はい、明治さんとザバス、はい、ザバスって検索すると、サバスになっちゃう。で、なんかもう必ずなんか検索するとそうなっちゃうじゃんっていうので、はい、明治さんとサバスさん、サウナ一体さんがコラボして、はい、このサバスが出来上がったと。へぇー、どうだったんですか。明治、明治、明治、これのために、これのためにこちら BSTBS で放送していまして、はい、まあ、ちょっとなんか不定期特番みたいになってますけども、はい、旅するサウナ号といいまして、はい、番組で作った、サウナトラックです。軽トラの荷台にサウナがね、軽トラでございます。はい、超レアティアオルですからね。これどうしたんですかこれ。これ番組のファンミーティングに僕参加して、その特典です。使い込んでる、めっちゃレアだからね。あ、なるほど。で、あのあちらですね、黒いやつ、はい、これはあの軽トラックの意外に、はい、サウナ、はい、トイ101さんが、はい、今回出していただいて、はい、両方とも入れる、今日両方入りますよ。あ、両方入れるんですか。軽トラのサウナの違いを味わっていただいて、一番奥にテントサウナ、テントサウナ、あれ誰か来ましたね。おざます、おざます。ちょっとね、ちょっと準備しすぎてきました。ちょっと体鍛えてきた。すいません、もうね焦って、まずじゃあサバスから、サバスから、もういいんですか。いただいちゃいましょうか。おあら、じゃあみんなでサバスで行くぞ。出発やる、進行、発車、おらーい、何番座席とかありますけど、これどこが一番熱いんだろう。面白い、座席になってますね。面白い、これ、これすごい、これすごいよ、これすごい、見てるんだったらおしゃれな手すり、この時計になってる、薪ストーブです。これいいですね、ストーブ、これ高いよ、これ薪ストーブっていうんですか。今回のサウナ祭りのトラックのテントも全部薪なんですよね。そうなんですか。なかなかあの薪のサウナは入れることがないので。いざ天井よ、本当だ。そう、サウナのね、天井が拳1個が一番、うん、最高に熱いって言われてるの。あ、でもこれくっついちゃって、手のひら1枚初めてです。これ見てください、これ、はい、老流の方はこのボタンを押してください。何そのボタン、何そのボタン、押して、いや、どういうことでしょう。ひよきさん押してみますか。押していいですか。俺、何このボタン、折れるんじゃなくていいですか。押してみて、ちょっと押してみますよ。押したよ、あれ
故障してるんですだから多分そこに置いてあるんだこれがあると、はい、なるほどお茶お茶お茶アロママニアの飲んでみよう飲んでみようお茶っぽいお茶っぽいさ違うのかなじゃあ行かせていただいていいですか、はい、お願いします、はい、行きますよ、はいなかなかのパワーじゃないですか。これ後ろ寝れるね。お、しごさんいいところ気がついた、はい。寝ちゃってみます？いいですね。寝サウナができるんですよ。そうそうそう。後ろね、これ超。いや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 、これちょっと本当寝ちゃうの注意だなこれ。寝ちゃうの注意。はい、もうこれ本当すごくいいです。あの足こうって伸ばして、寝たことないからいいなこれ。これ本当いいですよ。気持ちいいです。あ、いや本当気持ちいいです。いやーこれは、あいい匂い。いいやつねー。いや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 。お来た。これすっごいいいっす。これ強烈。いや最高だ。最高っすね。いやこんな都会で汗たらたら。最高っすね。気持ちいいっす、はあ、何これ止まらないんですけど汗がでも出てきてちょっとだけバスでこんなに汗かくことないっすよ ね、 ねいやすごいすげえバスだったなこれとんでもバスだったこれ見てうわ血管がすごいよやばよっしゃ。失礼します。失礼します。あらららら ら、 ら。さあ、見たくりは。はい、これ赤坂の水いいですね。緑山の水とはちょっと違います。全然違うな。これバックストリームこんな気持ちよくないもんな。こんな冷たかったらちょっとやだけど。ああ。キュッと。さあ、おしんさん。はい。あったかいお風呂も。どうした。いやいやいや、いやー気持ちいい、いやー気持ちいい、いやね、あの、おこれ外もまた撮れる、見えねえ、見てこれ、でもフラフラフラする、後ろこれすごいね、いいね、これ後ろ、TBS マジか、撮ります、いやー、これ最高だね、この角度が何とも言えない、この風ちょうどいい、なんかもうこう、力が抜けてく感じですよね。なんかバス最高だったな。行きましょう。行きましょう。いや超楽しみ。こっちから。実はここでいいんですか。ここで。はい。はい。すみません。お願いします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 。うわ。はい。よし。ムーディー。おお。ムーディー。おお。いいこれ。いい雰囲気。木の匂いが、うん、あ、いいね、いい香り、いや、いいよ、風情があるね、すごい、なんか薪の方って癒されるよね、ああいうのすごく癒される、うん、そういう効果あるみたいですよ、すごいよね、ビスキンができるように幅が広めになって座面も広いんですよ、あ、ビヒタっていう白樺の若葉とかを寝た状態でサウナ入ってる人に体叩いてリラックス効果とマッサージ効果みたいなことでウィスキングというのが舞います。日本でも流行りだして、キョビさんは多分体験何度もされてる。本当は3回あるね。どういう効果、どういう効果なの。あのね、試乗し終わってもらった時にね、もうリラックス効果なのか宇宙にいるみたいになる。宇宙あの浮いてる感じ、そうそうそう、でまた香りがめちゃめちゃいいの、ビヒタ、そういうなんかアロマじゃないけどそういうなんか効果があるのかな、匂い香りとさ、血行も多分良くなる、あ、叩いてもらうかなって、
多分面取りしたってこと。でもクリフハンガーにしか見えない。クリフハンガーの。あ、それは病気なんじゃない？クリフハンガー。完全クリフ。これ3センチです。ちょっと僕ビキターの使った水があったじゃないですか。ありましたね。もしかしてこれそうなんじゃないですかこれ。あ、染み込んでる、染み込んでるやつですか、これ。この濁り方はそうですよね。そうなんだ。僕大好きなんですよこれ。これかけるとどうなる？めっちゃいい。ちょっとやってみて。初めて初めて。見た、見る、ちょっとビキター体感したい。いいですか？はい。お願いします。あー、ビキターの香りがいいですね。あー、森林の緑の香りだな。うん。新体験。結構僕サウナ行くんですけど、これ初めての感覚ですね。冷凍庫やっぱいいですね。初めて、そうスッキリしちゃった。すげえいい冷凍庫。はい。ちょっとねこれめっちゃいいよ。雲一つないからね。だよな。大都会で何をしているんだこれは。あんまりやっぱ僕経験がないんで。でもなんかこう暑いのと、まあ、フリーザーと経験してなんか新しい経験ができたんですごく良かったです。フリーザーいいな、マジでこの抜け方いいわ、すごいわこれ。テントってまだ入ったことないのよ俺。ヒールロー、うわ何これ超おしゃれ、やばすごい。おいおいおおおおいいな。これいいんじゃない、これいいんじゃない。ちょっとだけ香りをお届けしてもらって、いいんですか。すいません、ありがとうございます。少しロールをしてみたい。お願いします。あ、来た。うんうん、ちょっと当てますか、せっかくなので。おぉ、ちょっと肩とかに当てて、じんわり温めたり。あーすごい。ちょっと本当は両手行きたいんですけど、すいません。じんわり温めたり、ちょっと左右対称に行きます。すごい、すごい。出た、これ。この音合わせてくれる感じ。そうです、蒸気を音合わせていく。ね、羨ましそう。これ刺激がすごい。いいでしょ。いい、俺だってもう見てるだけでやられてる感覚がある。すごい。わかるわかる。そんなに。すごいよ。へえ、そうなんだ。いや、完全に蒸気が操ってましたよ。サウナじゃない。それ超えてる感じ。また違うね。違う感覚が。いわゆる技みたいなのってあるんですか。投げ技とかだったら。おお。失礼いたします。お願いします。お願いします。西新井のホッテイで、アウフグースしております。熱波師のしおりです。お願いいたします。いいよ。いいよ。うん、脇いいね。脇温めるといいね。脇いいね。やっぱね。おーい宇宙に浮いてたよ今。話した、はい、じゃあ最後熱くしますね。はい、はい、はい、ちょっと最後
ギャンギャンやってください。大事ですよ、もう。もうできるっていう、知ってるんで、も熱いの得意っていうのも知ってるんで、テレビで見てるんで。テレビで苦しいのは得意っていうの。暑いの好きなんで、ああこっちが我慢してる状態ですね。ああ手袋つけてても全然暑さが伝わるぐらい暑くて、ああさすがサスケメンバーって感じ。恐ろしかったです。やばいやばい。取れる取れる取れる。ああ取れる。今日はラクサの完全にサウナになってる。クリフハンガーの力ラクサって俺クリフハンガーやね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よしよし。サウナ祭りどうでしたか。最高。気持ちよかった。超気持ちよかった。最高。これマジで整いました。本当におすすめ。うん、あのサウナに今まで入ったことない人もサウナ好きな人も楽しめるようにいろんなタイプがあるんで、うん、本当におすすめです。そうだね。初心者で、ね、ベテランですけど。一緒に行こうってなれる。楽しめます。いろんなねタイプのサウナがあるから。山本さんどうでした？でも最高でしたよ。一番良かったのはどうですか？僕ね、あの黒の軽自動車の一番あの温度が高くなるやつ、うん、これ最高でした、うん、はい。また入りたいね。ちょっと鈴木先生は、いや僕ね、この路線バスいいですね。サバス最高ですね。だって普段乗ってるバスでこんなサウナ入ってるのないじゃん。ちょっと頭バグりますよ、うん、あれこれ何なんだろう。裸でいいのかなみたいな。確かに。そうだな。これ最高っす。面白いですね。あれそれぞれ違う。俺このフリーザーが新鮮でしたもん、うん、水風呂じゃない。うん、独特な冷え方、うん、ぜひ体験してもらいたい。プルさんは僕はさっきやっていたテントサウナ。テントサウナ熱波最高でした。熱波ハマった。最高でした。あの暑さ最高でした。一番ハードよ。あ、本当？俺が好きだね。あ、そう、うん、暑いの大好きってことは分かった。一番金かかるタイプ。そうかもね。じゃあ次回のサスケに向けて、はい、何ですかこの結びつき。元気を養えたということですかね。そうですね。こういうのも定期的にねサウナ行ってまたリフレッシュして、まあね、41回大会、みんないい成績を残して、頑張りたいね。サードステージ、ファイナルステージ目指して。そうですね。頑張りましょうよ。頑張ります。わかりました。元気ということで、はい、元気ということで、見てくださいこの、見てくださいこの平均年齢。そうですよ。おじさんです、はい、40代も。おじさん組ですね。そうですよ。サウナもサスケも、はい、はい、頑張りましょう。頑張ります。楽しみます。楽しみますよ。楽しむのが一番なんで。楽しみます。はい、楽しむのが一番ですよ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。またした。バイバーイ。バイバーイ。サウナでお疲れ様でした。サウナでお疲れ様でした。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。